ただいま土山サービスエリアで休憩中でございます。じゃじゃーん、伊勢うどん頼んでしまいました。皆さん伊勢うどん食べられたことありますでしょうか。実はこの結構特徴的なうどんなんですよね。ちょっと太めで食感がこれ柔らかいんですよ。うん、めっちゃやわやわ、やわもちって感じですね。これが結構好きなので自分愛知県住んでる時食べてました。ただ伊勢うどんはまあ三重県ですかね。三重県かな、三重県ですね。でも職場の人がよく伊勢うどん食べなっていうのでおすすめしてくれてたので結構よく食べてました。 家でも食べてました。あとゆるい動画でございます。食べ終わったらまた泉の方に向かいます。あ、ここは滋賀県、ここは滋賀県で伊勢うどんは多分でも三重県の名物だと思います。じゃあこちらは滋賀県の土山サービスエリアでございます。皆さんもぜひお越しください。